おはようございます。昨日収録が間に合わなかったので、朝撮ってます。特にクルノベレツ5歳が実は危なかったのよってね。ソフトバンクグループの社債私たくさん持ってるんですけども、償還がね、いい感じで安心できるような状況になってきましたね。実はやばかったのよってね、特にクルノベレツ5歳ね。今となってはもうね、良かったねって感じで、で私ね、買えなかったんですけども、クルノベレツ5買った方は、良かったよってね、当たりましたねって感じになってきましたね。でね、アームの大赤字、株式公開したとしてもさ、2兆円以上の赤字になるんじゃないかなっていう話が出てたんだけど、それをね、AI バブルが救ってくれてよかったねという明るい話をさせていただきたいと思います。償還はアームの評価額が超重要ってね、私の普通社債も、劣後社債も、きっと償還されるような雰囲気になってきたよと。で、AI バブルがね、なかりせばですよ、アームの上場は実は2兆円以上の赤字になる可能性があったって話をさせてくださいね。そういうことになったりなんかすると、クルノベレツ5歳が実はやばすぎだったのよってね。でも今やもうその心配はなくなったのでよかったねという明るい話ですからね。ほら、不安を煽るのことしませんよ、私ね。で、インテルと AI バブルのおかげで、孫さんが想定している7兆円のね、評価になるんじゃないかっていう話をさせてくださいね。で、私会計士2、30年やってて、もう引退しちゃったんですけれども、半分資本の性質を持っている特殊な社債を、ソフトバンクグループの中の資本構成ので、あるからね。で、2年以内に償還される資金は保持されるんだぞっていうことをね、ソフトバンクは内規で定めてるんですけれども、その2年以内にクルノベレツ5歳はね、入れなくてもいいんだよってこともね、心に留め置きつつです。そこら辺を解説させていただければと思っております。まず一発目、AI バブル中里セバとアーム上場は大火事の可能性が高かったのよって話からいきます。はい、FOMC いい感じ、金利据え置きになりましたよということで、過去1年余り続けていた利上げを一旦停止する、インフレの鎮静化がなんか見えたからねっていうことなんですけどね。はい、結局金利誘導目標レンジが 5.25% ぐらいになるんじゃないですかと。あと1回ぐらい利上げはするかもしれないけどね、口先介入だったんじゃないかなっていう噂も出るぐらい今アメリカ経済がいい感じになってきてるんですけども、はい、ほら、年末までに 5.6% に上昇するんじゃないんでしょうかということで、あとでね、このレンジのこのチャート見ましょうね。はい、インフレ抑制のための追加引き締めが必要との考えなんだけども、とどうかなと。で、7月の利上げが、ね、あるかどうかについてはどうしたもんかということでございますよと。で、インフレ率を 2% に戻すプロセスまではまだ長い道のりなんだけど、でもよ、今の現、その皆さんのお考えだとすると、巡航軌道をね、いい感じで、経済が発展するインフレ率の 2% ってことになってるんだけど、実はよ、その考えが改まって、もっと高いインフレ率でもいいのかなっていうような考えに移行する可能性もなきにしもあらずというか、そうだろうなというところもね、あるのよ。だって、20年ぐらい前だったらね、5% 程度でもよかったんだもん。で、今や 2% になってるけどね、さてさて、これからどうなるかってとこですね。はい。で、フェッドのね、新しいドットプロットで、ほら、ここね、今ね、ここら辺までに、2023年の年末になるんじゃないかってね、5.5% 超えたあたりから、どんどん金利を下げていくんだよってことなんですけども、本来、じゃあよ、今一番金利が高いからね、ソフトバンクグループの株ね、爆上げしてますよ、これ変ですよね。本来ソフトバンクグループの株がここでめちゃくちゃ落ちるはずだったのにさ、今爆上がってるじゃないのよ。いやー、世の中って不思議よね。本当に思い通りにならないのが投資の面白いところですね。はい、そして、はい、利上げの停止は政策措置のペースの鈍化の継続。だから一応ね、利上げはする雰囲気を醸し出してはいるんだけども、その政策のペースを緩めたっていう建前になってますね。で、ほら、ちょうど今ね、対応が少なすぎるリスクと多すぎるリスクが
ちょうどバランス取れてるよってところでさ、一旦利上げは停止したってことでございますよと。でこれからさ、はい、2年ほど先になるよっていうことも明言したんですけどね、利下げね。さてこれどうなるかしらね。コロッコロッコロッコロって、まあ、コロコロでもないわけだ。アメリカの経済の状況を見ながらね、今のところ2年ほど先に利下げになるぞって。ここでは本来は株がバンバンね、順当な経済状況の追い風を受けて上がるはずだったんだけど、今ものすげえ上がってるからね、不思議だね本当に。で、ドル円もね、140円台前半になっちゃってね、これね、まあ、150円の世界にまた戻るような雰囲気を醸し出しつつですね、これもまたよくわかんないや。まあまあ、利上げがね、止まったよっていうことなんだけども、もう一回7月に上がるかしらってこともあるからね、アメリカの金利が上がりゃさ、それは円安になりますよね。だから一応止まったんだったらもうちょっと落ち着いてくれてもいいのになと思いつつ、わかんないねこれね。あ、そもそも予測できるなんて考える方が間違ってますからね。で、金融政策見通しに対する感応度の高い米2年国債利回りは 4.76% に上げてますってことなので、逆イールドカーブがバンバン出てるわけですよ。短期金利の方が長期金利よりも金利が高いっていうような状況が逆イールドですよね。こうなると経済は不況になるはずなんだけどね、不思議だね。はい、でほらドル円も140円もしっかり間違いなく何が何でも絶対ほら余裕で超えてるからね、こう感じ一瞬ピョッと超えたわけじゃないわけですよね。でこうなるとソフトバンクグループの業績にとっては有利ですよ。日本株が強いのも円安のおかげだということもね言えますからね。はい、そして、日経平均がバンバン上がってるということですね。まさに日本株はものすごい追い風でございます。で年内1回の利上げが、示されると予想ということなんですけれども、はい、7月でもう一回上げるのかな、どうなのかなってことをね言われてるんですけども、どうなることかですね。でほらデータ次第を強調するハタハタ受け止まれる可能性ってことなんですけども、口先介入だけかもしれないなっていうところもありますよね。7月上げるかもしれないけどどうするかなっていう感じだからね。はい、だから口で言うとさ、実際経済が反応するからね、どっちとも取れるような感じにしといて上手に逃げましたね、これね、明言避けてね。で CPI ね、消費者物価指数も減速の状況にもなっていてっていう形でね、そりゃそうだよな、10回ぐらいさ連続でものすごい金利上げたんですもんね。これで鈍化しなかったら大変なことになるわい。で総合コアとも前年同月比の上昇率が4月を下回りましたってことでいい感じよと。でほらこれね、2021年の3月以降で一番低くなりましたって形で、まあ、チャートだけ見るんだったらね、さすがにもうさすがにね落ち着いてくれるかなってね感じになってますね。あとロシアの件が片付けばねいいんだけどね。はい、で7月の会合の政策判断が大切になってきますよねってことだよね。今ほらちょうど均衡してるって言ってたじゃんね、パウエルさんがね。7月がどうなるかですよね。で、実質賃金がインフレ率をさっぴいてよ、いい感じで上がったらしいですね。ものすげえそのインフレだからさ、でいくら賃金が上がったってそのインフレ率を超える上げになってくんないと困っちゃうからね。でインフレが下がりのしてくれたおかげで、はい、ほら、前年同月比で 0.2% 上と、この2年余りで初めて増加しましたってことなのでね、なんでこんなにアメリカ経済強いのかしらって、この反動が怖いんだけどね、実は。リーマンショックの前ってさ、ものすごく強かったのよ。あ、ここでちょっと詳細は省きますけどね。で、その後ドカンと落ちたんで、私は今恐ろしい感じを受けてんだけど、皆さんどう思われますかね。で、ほら、インテルがアームの IPO にね、参加を協議してますよってさ、いうことで、ものすげえライバルだったのが協力者に、ね、なってくれるっていうんだからね。ARM の IPO は今年度最大、今年最大規模になると見られているっていうところなんですけども、
はい、この13日の記事によるとやばかったのよ。ソフトバンクグループは倒産するんじゃないかっていうような雰囲気を醸し出す記事なんですよ、これ実は。だってこれだもん、アーマー最大1兆円ぐらいの評価しかつかないぞっていう記事なんだもん。これね、ほりゃ、3.3 兆円で孫さんはね、アーマー買ってるわけですよ。だと、1兆円だったりなんかするとよ、だから2兆円の大赤字になっちゃうわけですね。これだとやばいのよ、3期連続の大赤字になっちゃうからね。で、これ、新規上場の市場環境が厳しい時には特に重要ってね、ARM がさ、IPO に参加しますよってことになるとね、いい感じになるからね。でもこの1兆円程度じゃどうにもこうにも話にもならないの。で、そのもしね、II バブルが仮せばよ、本当に2兆円の大赤字になったりなんかしたらよ、クリノブ劣後債が実はやばすぎだったんだってね、私の劣後債もやばかったかなってちょっと思うんですけども、今や大丈夫だからね、こういう話ができるんですけどね。ちょっと復習しましょう。ソフトバンクグループの資本構成なんですけれども、普通の社債の下に普通の劣後債があって、でまあ、これが弁済した後にこっちにね弁済しましょうっていう順番になってて、さらにその下がさ、ね、普通の社債なの下と普通の資本のところの真ん中ら辺にクリノブ劣後債があるわけですよね。これがね、今回の AI バブルで買った人おめでとうございますってやつですよ。私はちょっと買い切れませんでした、怖くてね。で半分資本の社債なんで、まあ、劣後債が買いやすいよねっていうこともあるんですけれども、劣後の下にねもう一段とんでもない劣後があるからね、もうとんでもないというか、なんていうか、それゆえに金利が高くて買えた人は良かったですね。で、これ半分ソフトバンクグループで株を買ったようなもんだよって話を昔したんですけれども、これね半分資本ですからね。で、だからねこれ 4.75% という恐ろしい金利がついてるわけですよ。で、AI バブル後、今だったりなんかするとお買い得だったんだよっていう気になるんですけどね。だって ARM がさ、7兆円ぐらい孫さんの想定通りで売れそうなんだもん。はい。で、クリノブ劣後なんですが、本件は35年歳ですってはっきり書いてあるよね。実際5年目で償還される予定なんですけれども、返済の満期がね、ないくらい極端に長く、かつ、その倒産の時はもう資本ともほぼ変わらんような弁済順位になっていて、かつですね、利息はね、払わなくてもいいのよって、配当を払う場合は一生懸命利払いもするんだけども、もし無配になっちゃったりなんかしたりすると、利払いもしなくていいよってね、いう、そんな感じ。だって、利息等を支払うべく合理的な努力を行いますよってことだから、配当は支払いません。無配に落ちたりなんかすると、利息を努力しないよって、払うのを努力しないよっていうことですから、逆に言うのとね。だから、配当停止の柔軟性ってね、配当は支払い義務ないですよっていうことが言えて、資本の3要件をほぼ満たしちゃうのね。で、だから、もしよ、35年もほっとかれた日にはさ、倒産する可能性出てくるでしょう。だから、利息元本すべて、戻ってきませんというような恐ろしい条項がついてたわけですね。で、ほら、基本は、これよ、5年で償還想定ね、何事もなければってことでね、いいんですけども、何かしらあった日にはさ、特に借り換えができないような状態になった日にはさ、利息なしで35年ほっとかれ、きっと戻ってこないよって、そういう条件がついているがための、恐ろしく、ものすごく高い金利だったわけですね。で、これ、どんどんね、5年後に金利が上がっていくんで、早く償還しようというインセンティブはちゃんとついてるんですけども、はい、本ハイブリッド社債ははっきり書いてあるのよね。こりゃ、格付け機関で、資本性の認定を受けるってね、半分資本だってこれはっきり書いてあるわけですよ。で、はい、償還の期限前償還とか時なんだけども、同じような半分資本の社債を発行して借り換えますよと。で、その時、5年後あたりにさ、同じような厳しい厳格な条件のついている資本性が認定される、そういう商品が発行されて借り換えができなかった場合は、それも償還しませんよっていうことがね、逆に読めるわけですね。はい。
で今はちょっとまとめますと半分ソフトバンクグループを購入の意味って、これも復習なんですけども、議決権がないですね、社債だからね、半分ね。で5年後に買い戻す条件がついてますって。元本はね返却しますけどね、値上がり益放棄しますって。で普通株よりも大幅に大きな多額の配当が受けられますよって。ソフトバンクグループのね普通社債の配当なんてすっごいちょっとだからね、それに対して 5% 弱の配当だから、これえらい大きい配当をもらえますよってことですね。でこれね、配当優先株にかなり近い性格を持った社債なわけですね。で決算の解説をちょっとね、昔5月11日やったんですけれども、これさ、純損失約1兆なんですが、実は5兆円の大赤字なんだよ実力はって話をしたわけですね。これさ、ARM の上場申請をもうこのタイミングでやってるってことが重要なわけですね。 IT バブル、ごめん AI バブルが生じる前にちゃんとも申請してるところは偉いですよね。で親子でね、ソフトバンクグループの子会社のソフトバンクも、親会社のソフトバンクグループも両方とも巨額の評価益をぶつけて、この親会社の赤字をねちっちゃくしたっていう事実があるんです。この評価益なかりせばですよ、5兆円の赤字だったっていう事実を踏まえてね、で守りの徹底って言ってるんだけども、次の期よ、3期連続の巨額赤字だったら守りも減ったくれもないなって私は思ってたので、2022年12月末に対し、2023年の3月末ね、3ヶ月間で NAV も LTV も手元流動性も大幅に改善してるって言ってんだけどさ、そんなもん3期連続の巨額赤字なんならこんなこと言ってもどうしようもないですよ。で、財務方針の件事ってところで、少なくとも2年分の社債償還資金を保持って書いてあるけれども、ここなんですよ。クルナベレツ号ってさ、ここにね含められているかどうなのかっていうことは私分かりません。でもね、含めなくても何ら批判をされる必要がなくというか、含めなくてもそれはいいよっていう言い方もできるわけですよ。だってさ、そもそも35年なんだもん、これね、2年以内じゃないよね。ほいでこれ何事もなければ5年で償還するけれども、同じような 50% の資本認定が受けられる社債が発行できない場合は35年も繰り延べられていいんだからね。それは2年以内に償還するっていうところに、これ入れなくてもいいもんね。ちゃんと言うと、5年の想定で3年後に2年分の償還資金が保持されるよというところの中には入れられてない可能性があるよってことね。で、この同じような社債を、定期的に発行してるんで、その同様の条件の繰り延べ劣後債がソフトバンクグループが言うところの2年以内の償還の社債に該当するか否かってことはよく分かってません。正確には分かんないんだけども、含める必要はないよっていうことを言いたいのね。はい、じゃあそういうやばすぎ状態だったんだけど、でもね、実はこれ買った人は良かったねってね、私の劣後債も普通社債も安心だねって話をしますね。インテル様々、AI バブル様々ですね。で、孫さんの想定の7兆円がね実現する可能性出てきたよねって話しますね。最大で9兆いけるかもしれないって記事が出てたんでね。はい、まずさっきのね決算の速報の続きなんだけど、ソフトバンクグループの、ね決算短信を持ってきました。さっきから、約9000億の赤字ってところがね、ここがねベースになってるんですけど、元になってるんですけども、この、9112億の赤字の中にはね、ペイペイの評価益が入ってるんですよ。これ、ペイペイの評価益をソフトバンクの方で約3000億ね、計上したんですが、4割ね、孫さん、ソフトバンクグループはソフトバンクの株を持ってるから、その4割分がこの中に、ね、入ってるの。だから、1000億円ぐらいのプラスを加味しても、なお、9000億の赤字だったってことね。ほいで、はい、ここね、投資損益なんですが、アリババの評価益の3兆6996兆、約4兆円弱の評価益がこの中に入ってて、
さらに、一番最終利益のところで、持ち分ポ、これでさ、PayPay の評価益の、1000億もこれ入ってて、2つ足して約、4兆円ぐらいの利益が評価益として計上されて、その結果がね、まあまあ9000億の赤字で済んでるってことなわけですね。だから、ね、このダブル評価益、ね、なかりせばですよ、約、5兆円の大赤字だったわけですね。で、これ1回しか使えないカードを、もう最大の危機、5兆円の赤字を回避するために、その使っちゃったわけですよ。もう次はないよってことね。で、ほら、先ほど申し上げた通り、もしよ、アームが1兆円ぐらいの評価しかね、なかったりなんかすると、3.3 兆で買ってるからね、1兆円の評価でしょ、2兆円の大赤字になるはずだったわけですが、よかったよと、ならばよと、はい、3期連続の巨額赤字で、ね、なっちゃうからね、いかにアームの評価が大切かってことなんですけれどもよ、はい、これほら、この記事ね、14日の記事で、2016年にこれ 3.3 兆ぐらいなんですけども、アームの買収の元を取り戻せるか疑わしいと見られていた、これは過去形ですよ、過去形で、ほい、この2つの動向によってこの見方に変化が生じているのはほぼ間違いないということですね。評価が上がる可能性が高いってことですよ。で、 AI バブルが今真っ盛り、ものすごい勢いで上がってますからね。この泡の中で上場した日にはさ、7兆円想定通りの評価がつくんじゃないかしらってことですよね。はい。ほいで、ま、インテルが味方につくようになっちゃったわけですね。アームと提携して、インテルの工場で、アームの設計に基づく半導体が生産できるようになりますよということでね。ほら、ドッキン法とかさいう感じでさ、難癖つけられて NVIDIA の買収がね頓挫したけど、そういうもう二の鉄は不満ぞってことになってるから手堅いね。ほいで、はい、 AI 関連株の高騰の効果アームにも波及することは間違いない。そりゃそうだ、 NVIDIA がものすげえ急騰してるんですけれども、はいね、ほら、このそこで NVIDIA にこれ売るっていう話になると、もうこれはあまりにも力を持ちすぎるんで、当局の規制当局の反対にあって頓挫したんですけどね。アームとインテルがね協業するんでしょ、これいい感じになるんですよね。で、 NVIDIA の時価総額が売上予想の24倍をなんて書いてあるけど、こういう考え方に基づいてアームを評価するならばとね、なんとほら、700億ドル IPO で達成したいと孫さんが考えて、銀行と打ち合わせして、それを前提に1兆円ほど孫さんはもう前借りしてるんですね。で、評価が1兆円だと前借りも減ったくれもなくなるでしょう。で、孫さんとしては何が何でも想定通りの7兆円ぐらいに、なってくれなきゃ困っちゃうわけよ。で、評価額の上限当たるって言うんだけど、これ約9兆になるんですね。で、孫さんはねずっと前から、まあ、上限9兆だけど7兆円ぐらいを想定してお話をされて現在に至ってるんですね。で、孫さんが大風呂敷を広げて嘘ばっかりついてって1兆円ぐらいしかなんないんじゃないかって話があったんだけども、この AI バブルのおかげでね、なんとか7兆円になりそうな雰囲気がプンプンしてきたよって話ね。ほいで、ほら、これは、アームの時価総額が、まあ、3.3 兆で買ったんだけどもと、孫氏がこの金額を超えるには、熱狂的 AI ブームがずっと続くことが前提、ずっと続く必要はないですよ。この AI バブルの流れに従って、アームのね、いい感じの評価がつけばいいわけですね。その瞬間に、孫さんは手を打つから、アームを使って、でこれまでアリババがやってきたようなことをやることになるからね。孫さんの腕はすごいからね。だからこのいい感じで IPO で70を超える評価額がついた瞬間にとっとと換金するからね、この人はね。まあトニーにしても本当に強運の人だよねって思うんだけど、はい、上場申請した後に
AI バブルが勃発しましたからね。だから AI バブルが盛んな時に上場申請が降りる可能性、上場が降りる、上場可能になる可能性があるわけで、タイミングいいよね。勃発してからだと遅いじゃん。で、ナスダックも日経も爆上げで、なんという幸運でしょうと。こうなるとソフトバンクグループの株も爆上げする可能性が高いよね。そうなるともうね、私の社債は安泰よと。で、想定7兆円も本当に現実味を帯びてきましたね。アームが1兆だと本当やばかったんだからさ、私の社債は返ってこないかもしれないなと思ってたんだけど、これでまあ一安心ですね。ただね、結果が出るまでは油断できませんよねということを考えております。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。